まあ、小さい時からそのとにかく車っていうものにすごく興味を持っていたんですけど、まあ、F1 が日本に来るっていう時で非常にこう盛り上がった瞬間で、生まれて初めてサーキットに行ってみたのが F1 マシンだったんですね。美しい F1 マシンが、まあ、とてつもないスピードとね、加速と、それから生でやっぱり観戦しないとわからないその音の臨場感、迫力ですね、まあ、それにも一気に見せられて、今でも鮮明に覚えてますけど、あの10歳の時に受けた体験が一番大きかったですね。でフォーミュラ E はまだテスト段階ではもちろんそのどんなレースになるかって大体イメージは湧いたんですけど、やっぱり実際現場でねレースをするまでは誰もわからないっていう、まあ、ある意味ものすごい世界的にもこう注目が集まったレースなんですけど、まあ、新たに完全なその電気自動車として、まあ、やっぱり一番のこう利点というのはその都市で行えるということですよね。だから環境への訴え、そのモデルケースとなるべく最先端のまあテクノロジーと、それをこう、まあ、スポーツというね、やっぱりドライバーとチームがその戦うっていうその興奮、これをまあ都市のど真ん中であの共有しようという、まあ、そういうシリーズのコンセプトで立ち上がったと思うんですけど、内燃機関のねパワーユニット、あるいはまあエンジンという言い方ですけども、まあ、残ってほしいなっていう希望があります。まあ、それと同時にカーボンニュートラルでありゼロエミッションでありっていう、そういうねやっぱり取り組みを自分たちはしていかなきゃいけない、そしてモータースポーツの世界にいるからこそ率先してねそこは取り組まなきゃいけないっていうのも感じていて、やっぱり自分たちはその何でもじゃあ新しいもの新しいものってやっぱり壊すのも作るのもこうエネルギーを使うと、でそこには必ず CO2 の排出っていうのが関係してくるんですよ。であれば古い車をこうレストアしていって大事に乗ることで、地球全体規模で見るとエネルギー損失量っていうのはむしろそっちが小さくなるんですよね。で確かにゼロエミッションビークルが自分たちの生活に及ぼす、まあ、その快適さだったり、あるいはその地球を守るという環境問題に対する意識が変わるところですごく大事だと思うんですけども、やっぱりその共存っていうのはすごく大事で、水素が使える場所、電気の供給がうまくいかない場所、それぞれのカテゴリーに合った今後のエネルギーの使い方っていうのができるようになれば、後世といいますか子どもたちにね、あの安全な地球を残すことができるんじゃないかなというふうに思います。まあ、自分はそのプロのねレーシングドライバーとして、まあそのコンペティションの中のね究極の世界ずっと生き続けてきてますけど、そのレースで速く走る勝つためには、まあとにかく効率を求めないとダメなんですね。そのエネルギーっていうところにはやっぱり僕もすごくこう敏感になるんですね。でエネルギーをどう使うかっていうのは、実はそのレースの世界では確かに速く走るためのパフォーマンスであると、でも日常生活においては、まあ、とにかくそのエネルギーの消費を抑えて、まあ、コンサバティブにすることがまあ大事だと。でなんで大事かっていうのは、やっぱりそのこの今の気候変動ですとか、まあ、環境問題ですとか、そういうところに全部つながっていくと思うんですね。でこう自分もその今例えば北米でこう活動していく中で、カリフォルニア州では確かに電気自動車非常に多いです。ロサンゼルスなんかも走ってても半分ぐらいも電気自動車だったりするんですけど、例えば向こうだと、まあ、あの気象状況はやっぱすごく大きく変わっていて、山火事がすごいんですよね。で山火事はもう絶えることないんですよね。でこれってもう本当にあの自然現象なのでどうしようもないんですけど、結果それはやっぱりこう温暖化ですとか異常気象によるまあ降水量が少なくなったことでこういう現象になってしまっていると、もう本当見てても本当にまあ胸が苦しくなりますよね。森林が燃えてしまって、あるいはそこに住んでいる人たちが避難しなきゃいけないとか、あとはもう空を見ても真っ黒になってしまったりだとか、そういうのを見ると本当にその今自分たちができることっていうのはすごく思うんですね。で自分はレースやってる一方で、じゃあ普段もう実は電気自動車っていうのは僕すごく興味があって、例えばその、まあ、公共の交通機関ですとか、本当にその普段買い物に行ったり、あるいはそのファミリーカーとしてね、成り立つのは、僕はやっぱり今のそのゼロエミッションビークルっていうのがすごく僕は大事だと思います。まあ、自動車を取り巻く環境っていうのは、まあ、ものすごいその向かい風の状態から徐々にこう考え方が今変わってきていると思うんですよね。で特にその流通のようにこうルートが決まっているところでは、まあ、FCV にいわゆるその水素を使ったね非常に効率の高い、巡航距離も高い、なおかつバッテリーのように重たいものを乗せなくてもいいっていうね、まあ、その分そのトラック積載で流通が成り立つっていう、そういうこう本当にこう一つ一つこう
分けて考えていくとすごくこう世の中が良くなってきているっていうのを感じる。と一方でやっぱり自分たち その生活の意識も変えていかないと変われるところも変われない。で今どんどんその AI とかも進歩していって、それこそ自動運転でスマホでねルート設定してもうボタン読んだらもうそのまま寝たままね自動運転で現地まで連れてってくれて、こんな風な世界になったらすごい楽だろうなって思う反面、その自動車が持つ魅力っていうのはいろんな感じ方があって、やっぱりあの小さな空間の中で自分だけの、あるいは家族だけの大切な人との空間っていうのは多分自動車が持ってるすごい良さだと思うんですよ。そしてこの車を運転するっていう楽しさ、その車で移動するっていうその素晴らしさ、こういうのは魅力としてね伝えていきたいなというふうに思いますね。